参議院選挙が昨日公示され、今日から県内各地で期日前投票が始まりました。このうち神戸市中央区役所4階では、午前8時半から期日前投票所が設けられ、有権者が票を投じていました。今回の参院選では、改選数が3の兵庫選挙区に、現職3人と新人10人が立候補し、過去最多となる13人の激しい争いになります。外交安全保障や憲法改正の是非、円安、物価上昇対策などが主な争点です。みんなが安心して暮らせるとか、安心してお仕事ができる。コロナやね、問題はね、早く収まってもらわないと。食品とかだいぶ上がってますし、それが一番困ってますね。政治家ばっかりのことを考えて物事を言ってる人と、そうじゃない人、国民の方を見る人、それが大切だと思ってるから、その辺のことを言える人が理想ですね。お手元に投票のご案内がまだ届いてない方につきましては、こちらのような、宣誓書がございます。この宣誓書に氏名生年月日を記入いただきましたら、投票いただけますので、お持ちでない方もぜひ来ていただきたいと思います。参院選は来月10日に投開票で、期日前投票は一部を除き、来月9日までの午前8時半から午後8時までです。